始めます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。ポイントについて説明いたします。手刀をしっかり起こして、まっすぐではなくて緩やかなカーブになるように手刀を張ります。3番目の時はしっかり手のひらを向けるようにして大きく回します。反対側は返すようにして思っています。決して、手だけでやらないで体全体で大きなリズムを取って行います。第二動作は肘を曲げてこう打たれてゆったりと丸くかけます。これが第2動作のポイントになりますね。それから第4動作ですね。第4動作はこうして切るんではなくて前に出した手をゆっくり回して中心まで来たら回転をして向こうに持っていく。そこまでずっと持ってくるようにして中心まで来たら返し送り出すようにして戻します。第5動作は正中線、正中線に手が上がるようにしながら中心に持っていきます。中心に持っていったら出す足は少し気持ち内側に向けて回転しやすいように入ります。この時に反対の手は遅れてこうならない足と共に入っていってここで持ります。大きく下がって足と同じように持ってきて戻す。入って手だけ下がったり足だけ下がったりしないようにゆったり入ってこう戻します。後半の開く場合については丸く左から右へ、右から左へ丸く持ってくるようにして肘を全体に大きく使って柔らかく動いて行います。視線は正面を向いたまま相手を想定して行っていくのが普通です。この点がこの中になります。先ほども言いましたけども運送の時と違って番号は流れがつながってますから1、2とぶつ切りにすることはできませんのでその点は理解してください。